どうも、北沢です。今回は有馬記念の穴生3頭と人気上位馬の診断をしていきます。先ほど公開の枠順発表が行われましたが、まあ、ムーア記者のやる気のなさに <laughs> びっくりして、まあ、疲れたとか本人言ってましたけど、面白かったですね。えー、まあ、それをさておき本題にいきましょう。競馬ナビゲータータでは、いつも通りレースの傾向からまずポイント4点をお伝えします。1点目が一番人気が強い。過去10年。 1一番人気が5勝、副勝率90%ということで、えー、10回中9回は3着以内に来るという心強いデータですね。アーモンドにとっては。まずここが一番、えー、最初に念頭に入れるべきところかなと思います。そして前走6番人気以内の馬が高走傾向。過去10年の3着以内は30頭中、実に24頭が前走6番人気以内の指示を受けていました。まあ、1頭オルフェーブル、前走外国ですので、 まあそれを仮に6番人気な内だったとすれば、25頭は前走6番人気以内になりますので、えー、まあ、やはり、ここに、ここで馬券になるくらいの馬は前走でそれ以外の指示を受けているということになります。そして中山校舎のリピーターがナ馬候補、まあ、かつてゴールドシップ、オロフェーブル、そしてシュバルグラン近年だと、何回も連続して馬券になっている馬がいますので、やっぱりこの舞台特殊だからこそ、中山実績、注意したいところです。 そして前走4コーナー通過順6番手以内の馬。これに関しては過去10年、えー、優勝馬9頭中7頭がここに該当。オールフェーブルに関しても外国でしたけども、まあ、あの馬も凱旋門に関しては前目で勝負していたので、そうすると、えーまあ、約10頭中8頭が前走通過順6番手以内ということで、単勝ウィン5に関してはこの辺りも重要なチェックポイントになると思います。では展開予想。 まあそうですね。アイロリーと外枠入ったんですけど、点のダッシュ力。えー、ちょっとそこが、マイル路線走ってきましたので、違うと思うので、この間が、花行くと思います。そして2番って何も、すんな行ければ奇跡が番手つけるかな、といったところ。そして、えー、その組、次が、まあ、クロコスミア、スティフィリオあたりが行って、あ、こっからはね、何とも言えないですけど、まあ、外引きましたが、ベロックスもいつも、えー、好意取れますし、 でサートルナリアも最近は前目の競馬。そしてリス・グラシューも先行型にシフトしてで。アルアインもマイル走ってきていますので、それなりの位置につけられるかなと思います。で中段後方と書きましたが、アーモンドアイ最近ボバコン合のこの中距離戦出ると結構前目につけられますので、えー、ちょっとこれは出たなりかなと思います。でスワーブリチャードも打ち入ったので、もしかしたら後位に行けるかもしれないです。エタリオも、まあ、中段後方とは書いたんですけど、 何せ 3, 3番でいいとこ引いたので、ノ、え、リ、ー、さんがもしかしたら一発大胆な騎乗をするかなと。でレイドローに関してはまあまあ、まあ、真ん中あたりで、えー、ちょっとこの中段から後方取るかなと思います。で、そのさらに後ろ後方グループはシュバルグランかなと。で、ワールドプレミアムちょっとおそらくそこまでそんな脱出力はいいとは、えー、感じないので、このコバトの1000級のグランプリでやや後方の一路になるかなと。フィエルマンに関しては、 まあ、やっぱりグランプリ男池添健一ですので、まあ位置を取りいって、もう少しいい位置取るかなと思いますが、えー、広報客室、幕に差し的な感じで、ちょっとこのあたりには書きました。スカレットからはもう何と言っても一枠のいい位置を、いい枠を引いたので、もしかしたら前見をつけるかもしれませんが、まあ、このままあんまり出し力はいい方ではないので、えー、ボバ今後との一戦というのを踏まえても、ちょっとこのあたりかなと仮定してみました。では、いよいよ、パートは人気場診断のコーナー。 まず何と言っても想定一番人気アーモンドアイ。まあいい点としては圧倒的な能力ですね。もう今更校舎を叩くつもりもありませんし説明不要だと思います。距離に関しても昨年のジャパンカップが2400。あの強い内容ですので全く距離問題ないと思います。そして不利に負けない精神力。まあこっちの方がすごいかなと思います。安田記念なの,の致命的な不利を受けても赤い最速32秒4で追い込んできて、えー ね、もしかしたら、お、勝ったかなと思わせるぐらいのあの振りを跳ね返しえ、そこを踏まえても、やっぱり総合的に強いなと思います。一方で、マイナスポイント不安定。中山競馬場が初ということ。ま、紛れが多いコースで、万が一包まれた時にどうするかなというところですね。そして、たまにある出負けと書いたんですけど、まあ、以前はあんまりスタート良くない馬でしたし、その危険性は残ってるかなと思います。そして、右回りだと、 若干、まあ、後方の一置りになりがちというのはありますね。何、えー、といっても、この有馬記念、ディープインパクトが先行作を取ったハーツクライに負けた舞台としても有名ですので、あのディープでさえも2着になったということを踏まえれば、アーモンド・ダイ2着の可能性はあるのかななんて思ったりもします。そして、想定2倍に行き、リス・グラッシュ えー、良い点としては昨年のエリザベス女王杯を境に馬が変わったかのような強さですね客室も先行型にシフトしてより安定感が高まって強くなっていると思います、まあ、海外の G1 も制覇して本当に男勝りの強い牝馬になりました一方で不安点こちらも初めての中山コースそして以前のように後ろからの競馬になると 近年のの有馬記念の傾向として、えー、届きにくい、まあ、これは先日23日前の動画でも話しましたが2014年にロバン回収をしてから4コーナーの位置取り通過位置取りが圧倒的に前が有利になったこの金5年の有馬記念そこを踏まえてやはり後ろ側になってしまうと危険な可能性は残ってます想定3番に行き継ぎがサラテルナーリア、えー、良い点としてはやはり 休み明けの皐月賞で見せたあの圧倒的な能力は忘れられないですえー、まあ、未だ負け知らずの右回り中山競馬場であれば期待できるかなと思います、まあ、ダービーとか、えー、で負けた部分で距離かなというのも一部言われていましたがあれに関してはやはり精神面入り込みだとかその基調の幼さが原因だと思うので僕はまだ距離が原因だとは断言できないと思います一方で不安点 やっぱり今話した通り、気象面の幼さですね。えー、いろいろ話を統合すると、東京競馬場ではパドックから回収馬、ゲートに行くまでの間でどうも入れ込んでしまって、えー、平常心を保てないといったところで、二層凡走してますけども、中山は今のところ無敗というところで、えー、落ち着け、落ち着いて走ることができるのかなと思います。で、えー、もう一個不安点は、ハイラップの持久戦になったときにと書いたんですが、やっぱり、 ゆっっくり言って瞬発力を生かす競馬が合ってると思うのでもしアイロニット奇跡が飛ばしてハイラップ持久戦になるとやや不安な点はあるかなと思いますではいよいよパート2「穴馬推奨」のコーナーに移ります3頭分けていきますが1投目奇跡前走凱旋模は完敗でしたがブラストワンピースヒエルマンには2秒以上差をつけて先着していました 1> 1所以来勝ち星はないんですがその間も今年もね G1 連続して2着もありますしえ十分力が足りることはわかると思います昨年の有馬記念は5着だったんですけど何と言っても毎日王冠から数えて4走目ということで、えー、もう連続して好走していた疲れが残った影響した敗戦かなと僕は考えています今回は凱旋猛賞のダメージが心配なんですが道端は何と言っても実績があります 古馬場の菊花賞で勝っていること。そして宝塚記念の、あの、水敷の阪神の重い馬場でもしっかりと2着を確保している点からも、雨が降って道をなっても問題ないと思います。アイロリットを行かせて番手からの競馬がスムーズにできれば、レンアナ筆頭候補に買いたいと思います。は続いて、アナマ2投目。ベロックス。菊花賞は距離が長かったのもありますし、 4コーナー手前から外目を強気に回っていけば勝ったワールドプレミアが内を,内をついて経済コースでロスなく回っていたのと比べると距離の存在も響いたかなと思います皐月賞構想から中山代わりは問題ないですしやはり皐月2着ダービー3着そのあたりの潜在能力ですね距離が短くなるのは大きな歓迎材料の一つだと思います一つ外枠に入ったのは懸念点ですが センスがいいまで好意を取れる可能性が高いと思います。ややもも若葉ステークスから、えー、不安定はないですし、えー、父ジャスタウェイというところで、そのあたり決闘的にも道割で馬場が重くなってもこなせるかなと思います。高い持久力を生かせる形であれば連体圏突入もあり得ると思います。では3頭目の穴馬。得たりオ エデン7着でしたが、久々にいい行きっぷりを見せて復調気配だなと思いました、えー。今年はいいところがないんですけども、昨年のクラシック成績を考えれば、まあ、ダービー4着、キッカーショ所2着、十分力は足りると思います。枠もいい,いいところが当たったので、思い切って番手、好位の競馬をノリさんがする可能性もあるかなと思います。今年は道原想定で、例年よりは力がいる場場になるかなと考えています。当舞台と同じ。 芝2500日経賞でもややま構想していますし、久々にステイゴールドの決闘、馬券圏,圏内で突っ込んできてくれることを期待したいと思います。ということでまとめ。まあ上位人気ならアーモン問題で仕方ないかなと。で、アナーマなら今話した三頭、アモン問題の軸は揺るがないと思いますが、妙は馬単2着付け、または3連単の3着付けで買うという感じかなと思います。まあしかし逆転できそうな馬は誰なんだと考えたときに、 うん、じゃあ、まあ、リスグラシューか、サートルなりやかな、ぐらいかな、っていう話になってきてしまうので、あんまり妙味はないかもしれないんですが、まあもちろん、えー、信じるか信じないか、本当にアーモンドアイのどこの着順で買うかっていうのが、練炭馬券のポイントになるかと思います。ということで今回は有馬記念の予想をしてきました。最後にお知らせが一つ。12月21日土曜日ですね、22時から、えー、ケイバーズさんのチャンネルで有馬記念座談会を行います。 えー、僕とソフトさん、木さん、猫丸さん。ということで全部で5人ですね。登録者数全部合わせると10万人オーバーということで、えー、こ,のこちらのメンバーで座談会やっていきたいと思いますので、ぜひぜひお願いします。僕はちょっと仕事の関係で当日会社なので、えー、10時半くらいから参加があるかと思いますが、よかったらこちらもぜひご覧になってみてください。では今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらグッド評価、チャンネル登録お願いします。ではまた。